元横綱春間富士関の書類送検を受け、日本相撲協会の八角理事長は11日、大相撲最高位の横綱だった元春間富士が厳重処分意見を付されて送検されたことを厳粛に受け止めます。検察に厳正な捜査、処分を行っていただけますよう全面的に協力するとともに、再発防止策の確立に全力で取り組みます。とのコメントを発表した。元横綱が現役時代に所属していた東京都江東区の伊勢ヶ浜部屋ではこの日、朝稽古が行われたが、取材稽古見学を断り、の張り紙が掲げられるなど、緊張した雰囲気に包まれた。師匠の伊勢ヶ浜親方は取材に応じず、部屋関係者が、協会から許可を得ていないのでコメントできない、と対応するにとどまった。貴ノ岩関が所属する江東区の貴ノ花部屋には、朝から多くの報道陣が詰めかけた。相撲協会の鏡山危機管理部長が午後0時半過ぎに訪問したが、貴ノ花親方との面会はできず、ポストに封筒を投函して引き上げた。元横綱の書類送検を受け、危機管理委員会による貴ノ岩関への聞き取り調査に応じるよう要請したものとみられる。